ペット同行避難訓練は災害時にペットと一緒に避難する住民の受け入れ態勢や避難所の運営方法を確認しようと環境省が開催したもので柏市の防災安全課や動物愛護ふれあいセンターの職員らおよそ30人が参加しました。環境省は災害時に ペットを避難所に連れていくことはできないなどと考えて避難をためらう人が多いことから2011年の東日本大震災以降ペット同行避難を推奨しガイドラインの作成や自治体を対象に訓練を実施しています参加者らは災害対策本部や避難所などのチームに分かれ飼育スペースをどこに設置するのかや ペットが体調不良ににななったた際どどう対応するかなどを話しし合いました柏市は市内全109か所の指定避難所でペットの受け入れ体制を整えていて飼い主に対してはあらかじめ避難生活に備えたしつけや避難用品の備蓄を呼びかけています。